字の国に快適なスマホリングを探す旅。僕は今これローソンスター100で売ってるこのスマホリングが一番のお気に入りで、実際スマホに取り付けてみると、はい、こんな感じ。普段はペタッと収納できて、起こすとスマホリングになります。はい、こんな感じ。クリック感のある稼働でリングも大きくて、僕の指でもちゃんと入ります。このスマホリング、実は山口さんが過去に動画出されてて、それを見て買いました。説明欄にリンク貼っときます。で、実は今回その山口さんがまた新たなスマホリング紹介されてて、ずっと欲しかったんですけど、なかなか見つからなくて、やっと今日買ってきました。はい、これ100円ショップフレッツで売っているスリム型フィンガーリング。使い方は全く同じなんですけど、はい、ちょっと1個開けてみますね。あ、薄。はい、この違い分かります？めっちゃ薄いです。で、外形も一回り小さい感じ。それでは貼り付けてみます。はい、こんな感じ。いや、ほんとかなり薄いですよね。今まで一番一般的だったスマホリング、はい、見比べるとこんな感じ。はい、どうでしょうか。やっぱりスマートさが全然違いますよね。いや、これほんといいかもしれない。これをご紹介されている山口さんの動画、斜め上のアイマークからご覧になってみてください。ただ昨今こういった大型のスマホが多いんで、どうしても両手使いの方も増えてるかと思います。ただ両手使いの方であっても、このスマホリング実は結構有効で、僕は今まで一度もスマホを落として画面を割ったことがないです。で、うちの奥さんも一度もスマホを落として画面を割ったことはないです。はい、転ばぬ先のなんとやら。しかも今ネット通販で買うよりもこういった100円ショップで安く買えるんで、よかったら一度探してみてください。ということで、100円ショップフレッツのスリム型フィンガーリングのご紹介でした。ではまた次回。